皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介するコーナーであり品物はですね、はい、こちらですね、ディアゴスティーニさんより、発売されております、まあ、全国発売がね、始まってということなんですが、東方怪獣コレクションの第6巻ですね。700分の1統一スケールですね。で、今回はまたパーツのみなんですけども、ゴジラファイナルウォーズよりラドンの1ということで頭部だけですね。それから、シンゴジラ2016ですね。2016のゴジラの第4形態の背びれというわけで、細かく言えば、背びれが3つと、ラドンの頭部が 1つということで4パーツということになります。ね、まあパーツだけっていうのは本当に毎回寂しいので、ぜひディアゴスティーニさん何かね、タイトルプレートとかね、アクリルのねプレート、ミニチュアとかね、何かつけてほしいなと思うんですけども、よろしくお願いします。はい。あ、そうそう、ちょっと宣伝になりますけど、私のチャンネルでこの東方怪獣コレクションを使った、また別動画をちょっと上げ、てます。この動画の、おそらく後になりますんで、またそちらもね見ていただきたいと思います。ちょっとね、700分の1の統一スケールというところを使いまして、何かできないかなということで始めたコーナーになりますんで、またそちらもご覧になってください。さて、今回ですけどもですね、まあ書店にいてね、びっくりしたんですけどもですね、この薄さですよ。この厚みですよ、この厚み。一番、これまでで一番薄いと思いますね。はい。まあまあ、それは仕方がないことですけどもね。で、今回特集としては、この、新版のラドンですね、のことがメインでした。で、じゃあまあそのことはちょっと置いときまして、で、パーツの方行きたいと思います。まあ、こういった感じで入ってました。で、開けますね。はい。で、まず、じゃあ一つ目、ラドン行きましょうか。頭部ね。これです。どうでしょう。おー。ああ、まさにこの目ですよね。ファイナルウォーズラドンですね。この顔ね。皆さん、ラドンはどうですか？どのラドンの顔が好きですか？私は、やっぱりね、56年の空の大怪獣ラドンのあの顔が好きなんですよね。で、そこの後に出てくるラドンは、すごくこう、愛嬌が出てきますよね。で、ラドンはね、あのイメージじゃないですよ。なんかこう、すごくこう、孤高の存在みたいなね。なんかそういうイメージであってほしいなっていうところがあるんで、まあ、そちらかな。だから今回のこのファイナルウォーズラドンっていうのはどちらかというとそれに近いんで、そういうかっこよさがあって好きですけどね。どうですか？やっぱ目いいですよね。で、口の感じ。塗装はだいぶ力入れてらっしゃるんじゃないでしょうかね。そうですね。確かこの角も途中3つになったりした時もありましたよね。確かね。もう原点に帰ったのが2本ですよね。はい。というのが1つ。そして、あとが、この背びれということになるんですが、よいしょ。背びれもそれぞれちょっと見てみましょうか。こんな感じですね。まあそもそもの成形色がこういった感じなんで、ピントがちょっと合いますか？合いませんか？あ、合いましたね。はい。こんな感じですね。やっぱりこの成形色が効きますよね。このシンゴジラにはね。中で、この、なんだろうな、進化し続けてることによるところの、血管というかね、血の色が見え続けてるっていう、このかっこよさがやっぱありますね。はい。さて、これがね、組み方がどうかなというところですけど、多分ここに載ってると思うんですけどね。はい。こうですね。背びれにはそれぞれ数字が記されていますと。同じ数字が向かい合うように3枚を1つ重ねますということですね。なので、同じ数字が向かい合うですから、これだったら2と2ですよね。2と2なんで、こうなるわけですよね。はい。そして、これが1と1ですね。がこう来るということですね。はい、こんな風な
ジョイントになるみたいですね。こうですね。はい。うん。ちょっと、でもなんか合ってないような気がするな。ちょっと待ってくださいよ。こんなものなのかな。でも、ひっついたら中にね、挟み込むわけですからね。はい。まあ、こうですね。きっとね。はい。こんな感じですね。この、考えてみたら、この放射状というか、わーっとこう、こういう突起の仕方っていうのは、今度の、山崎ゴジラですね。ゴジラマイナスワンに、やっぱり近いというか、同じ発想ですよね。通常のゴジラは、もっとこう、山の形で、こう、出てる気がするんですけどね。うん。で、これを、ここに刺すということですね。ガチャッと。こっち向きかな？どっち向きかな？これは。こうだと思います。合ってる合ってる。いきますよ。よっ。入るかな？これ。あ、入った。おぉ。硬い。あー、でも、あー、重量感。おぉ。おぉ。尻尾がないんで立たなくなっちゃいましたね。これがついたおかげでね。はい。こんな感じですね。ここの締まり具合っていうのはもう仕方がないとこですかね。個体差もあるかもしれませんけど。うん。はい。いや、でもいいんじゃないですか。まさに第4形態ですね。うん。はい。という感じですね。あとはこれが尻尾が来て、で、次回ね、ここに書いてますけども、次回で完成になりますね。はい。うん。で、あとは、ラドンのバタパーツということで、だから第7号もうパーツばかりですね。で、第8号で、ラドンが完成し、ここでモスラのパーツが来るということですね。このモスラもね、やっぱりこの初代モスラにしてくれてるところが嬉しいですね。はい。で、一応これが、まあ、以上で完成形ということになりますね、今回のね。で、あと、書籍の方なんですけども、ラインナップというかね、中身としては一緒ですね。まあ、この、なんですかね、ピンナップが来て、で、ファイナルウォーズの話が来て、で、で、あとは、ここですね。ここ行きますね。ファイナルウォーズについてですが、映像、ピント合いますか？ピントがね、すいません。映像の舞台裏、ビハインドザムービーということで、50年の歴史に幕を引くと。シリーズ最終作が示す新たな方向性ですね。そして、もう一つの特集ですね。東宝特撮映画史のボリューム6ということになりますね。ゴジラシリーズ制作秘話ボリューム6。9年ぶりにスクリーンに帰ってきたゴジラ。時代は昭和から平成へ。VS シリーズ誕生ですね。のことが書かれていて、そして、原型師さんの今回のラドンについての お話と。もう、なるほどなっていう読み応えありました。そして、このラドンについてというかね、ラドンではラドンかな。ファイナルウォーズのこと、プラスラドンについて。2004年版のラドについての東方怪獣グッズコレクションということで書かれてました。持ってるものもいろいろ載ってて嬉しい感じでしたけどもね。はい。というわけで、まあラインナップですね。途中にもちょっとお伝えしたんですけども、この、東方怪獣コレクションの開封レビューね、開封レビューと並行してですね、完成していくているこのもしくは単体でも完成しているフィギュアをまた使った別のちょっと遊びのコーナー新たなコーナーも立ち上げましたんで、また続報があると思いますので、そちらを見ていただけたらと。投稿が始まればこの動画の最後にリンク貼ろうと思ってますんで、そちらもご覧になっていただけたらと思います。700分の1を楽しみたいなという動画になってますんで、よろしければご覧になってください。というわけで、いかがでしたでしょうか。本日ね、まあパーツだったんでね、ちょっとなかなかコメントをしづらいところありましたけど、でもね、やっぱり塗装とか成型色の良さとか、まあ、そういうところがあって非常に、リアルかなというところは感じます。そしてシンゴジラめちゃめちゃ重いです。はい。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。